トヨタ A 型エンジントヨタ 4AGE4AGE はトヨタ自動車のスポーツツインカム系列のエンジンの一つでありトヨタ A 型エンジン系列である1983年5月に登場した AE86 型カローラレビン及びスプリンタートルノに初めて搭載された直列4気筒 1600cc で前輪駆動 高輪駆動及びミッドシップ用で DOHC16 バルブもしくは20バルブの自然吸気もしくはスーパーチャージャー付きエンジンである。それまでのトヨタ製4気筒スポーツユニットの主力機種であった直列4気筒 1600cc のニ t ティ GK の後継機種として開発された。これはニ t ティ GK が度重なる自動車排出ガス規制に 対応するために当初よりもパワーダウンして陳腐化したことや基本設計の設計年時の古さも原因となっていた。ベースとなったエンジンは直列4気筒 1500cc の 3AU であり、再 1C 方式のヘッドイニットであったものを DOHC 方式に変更した。さらに2 t g 系では2バルブだったものを現代の DOHC エンジンと同じく9機2バルブ。 排気にバルブの1気筒あたり4バルブとなる16バルブへと進化させ、後に登場する AE-101 系カローラ、スプリンターへの搭載モデルからは、9気が3バルブとなった1気筒あたりのバルブの20バルブヘッドへ進化している。トヨタのスポーツ DOHC エンジンの多くは、トヨタ 2000GT の開発以来パートナーシップを組んできたヤマハ発動機との共同開発によって誕生した。 ものであるが、歴代の 4A、G シリーズは、トヨタの単独開発である。生産についても他の機種とは異なり、ヤマハ発動機の関与を示す、ヤマハ刻印があるものは確認されていない。レギュラーガソリン仕様の初期型では、可変吸気システムである T-BIS が採用されていたが、その後廃止された上で、プレミアムガソリン対応となり、AE-101 型に搭載されたモデルでは、 前述の20バルブ方式を採用した上で、トヨタのメカニカル式可変バルブタイミングシステムである VVT が採用され、パワーと扱いやすさと燃費を向上させている。なお、エンジンの出力向上の要因としてが挙げられる。また、アフターマーケットの一部では、排気量をアップして 4.5AG、5AG、5.5AG、7AG、8AG と名付けられた。 チューニングエンジンが存在することが知られており、それぞれの内径工程、排気量はとなっている。これらは、トヨタのエンジン名称規則から外れた名前で、呼ばれているため誤解を生むケースも多々あるが、概ね名称規則から大きく逸脱していないために、属称として呼ばれている。なお、4A ゲルと 4A ゲルの違いは、エンジンの搭載方法が縦置きか横置きかの違いだけであり、 縦置き形式のエンジンの生産が終了した後には L の表記はなくなった。長らくトヨタのスポーツツインカムエンジンの代表格として存在しており、エンジンの流用も盛んであった。代表的な例では E70 型カローラ、スプリンター系の車種に 4AGE を換装するものである。同車には当機のベースとなった 3AU を搭載しているグレードがあり、 これのマウントを使用することで容易に乾燥が可能であった。また、元々 4AGE を搭載していた車種に、それ以降の世代の 4AGE を乾燥する例も珍しくない。現在の生産者には一切搭載されておらず、後継の 2WZE もエリーゼ用としてロータスに供給されているものの、トヨタに搭載車種はない。 フォーミュラトヨタレーシングスクールでの利用も2013年で終了した。16バルブ20バルブ 4AGE は丈夫ではあるものの他の一昔前の高回転型自然吸気エンジンと同じように低中回転域のトルクに乏しく一般に街乗りには不向きとされる。AE101 搭載以降には VVT を採用するなどしトルクの改善とともに燃費向上が図られた。 基本設計が現代のエンジンと比較してシンプルな構造であり、競技用のチューニングベースとされる。これには20バルブのモデルと16バルブのモデルとがある。20バルブ版は燃焼室の形状の複雑さゆえ圧縮比を上げるとノッキングが発生しやすく、チューニングには組み付け精度と加工技術が必要とするが、クランクシャフトコネクティングロッドピストン等は優れている。 一方で16バルブ版は燃焼室の形状がシンプルゆえに圧縮比を上げるのが容易である。チューニングする方法として AE92 号機のヘッドと20バルブの溶かをベースに仕上げる方法があるが複雑な上耐久性に乏しくなりがちである。シリンダーブロックの強度を検証すると200馬力を超えた時の耐久性が極端に低下することがわかっている。 自然吸気のものはベースが基本的に 3AU や 4AL と同等であり、20バルブのものはリブ形状からスーパーチャージャー用と同程度の強度を保っているとされる。オータムウィンター11型 MR2 のマイナーチェンジの際にスーパーチャージャー使用者が追加されたが、開発段階ではターボ使用者も用意されており、比較検討の上、中低速の出力特性及びレスポンスに優れる。 スーパーチャージャー仕様が採用、市販されたことをエンジン開発担当者が明かしている。ありがとうございます。